アイバンクのサービスコンセプトは、今回は私を愛するマネーサービスと金融、それから非金融の垣根を越えたりとか、あるいは日常と非日常をつないでいくようなサービスのストーリーを作ろうということが今回のアイバンクの基本的なコンセプトになっています。消費者ユーザーの方のニーズとか価値観の変化ですね、モバイルの普及のスピードに対してどういったアプローチがあるのかと、新しいビジネス、新しい在り方というのを考えてスタートしたというのが一番最初のきっかけになります。新しいコンセプトを実現するためには、やはりそのスピードであったりとか柔軟性ですね、まさにオープンなイノベーションをどうやって起こしていくのかというのが大切になります。まさに我々金融機関が目指す地方創生の一つのビジネスモデルの形だなというふうに考えています。富士通様の方は金融機関での取扱い実績というのは非常に豊富でして、ノウハウ、セキュリティ、そういったものが非常に我々が求めている要求水準にマッチしたというのが一番の理由になります。富士通さんのクラウドに関しては、万全のセキュリティの機能ですとかソリューションを備えていて、非常に安心して使えるというふうに感じています。拡張性という意味では、例えば要件が追加になってサーバーをもう一つ追加しますという場合であっても、短期間でご対応いただいていて非常に満足していると。ここまでの7ヶ月間で7万ダウンロード、さらに銀行の方でですね、新しくデビットカードというのを発行したんですけれども、こちらの方は4ヶ月で6万以上のお客様にご利用いただくということで、まさにこういう銀行のソリューションとアプリのソリューションを組み合わせて使っていただくというところが実現できているサービスになります。今回のサービスはまさに金融と非金融の垣根を越えて、横のつながりをどんどん広げていこうというビジネスになってますので、まさに我々にとって富士通様のパートナリングというのは非常に重要なものになっております。ぜひですね、これからもこのアイバンク事業を盛り上げていただくために、引き続きお力を貸していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。